競技場前景観客席から仙台市陸上競技場は宮城県仙台市宮城野区の宮城野原公園総合運動場内にある陸上競技場、球技場としても使用される。2009年3月31日まで宮城県が所有する宮城陸上競技場だったが同年4月1日に仙台市に譲とされ名称も変更になった。 2017年4月より、広島新ゴムが命名権を取得し、愛称が広島新ゴムアスリートパーク仙台となる。指定管理者は仙台市スポーツ振興事業団である。1952年第7回国民体育大会である東北三県国体の開催に備えて建設され、日本陸上競技連盟第一志向人の指定を受けた。それ以来、 宮城県の主要な陸上競技会、あるいはサッカー、ラグビーなどの大会に使われるメインスタジアムとして機能してきた。1956年10月7日、第40回日本陸上競技選手権大会男子3段、戸部で小掛てる子が16メートル48の世界新記録を樹立した競技場でもある。1990年には、 全国高等学校総合体育大会のメイン会場としても使われた。また1995年1996年の2年間は、ブランメル仙台がホームスタジアムとして使用していたが、照明設備がないため平日のホームゲームも低ゲームで開催せざるを得ず、観客動員の面では特に苦戦を強いられた。しかし施設の老朽化が著しいにもかかわらず、 都市公園法で定められた憲兵率の規定上、増改築が容易に行えないこと、さらに照明設備を増設するにしても競技場の隣接地には国立病院機構仙台医療センターがあり、入院患者の安眠を妨げる恐れがあるなど、立地条件が大きなネックとなった。こうした問題から県と市は運動場内での改修を断念し、 1997年に市が泉区に仙台スタジアムを、また2000年には県が陸町の宮城県総合運動公園内に宮城スタジアムをそれぞれ完成させた。これに伴い県は宮城陸上競技場の公認ランクを第三種に格下げして再指定の手続きを行った。2004年プロ野球。 パシフィックリーグに新規参入した東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地球場として運動場内にある宮城球場が使われることになり施設拡充のため拡張、改修を行う必要が生じた。これに伴い県は競技場のサブトラックを公園内の体育施設から除外する手続きを行った。前述の宮城スタジアムが竣工し、 県の陸上競技場が重複して並存する問題から県は重複施設の解消について検討を進めていた。一方、仙台市は陸上競技場を保有しておらず、仮に宮城陸上競技場が廃止された場合、陸上競技会が仙台市内で開催できなくなる恐れが生じる上、市内の高等学校の陸上部などのために新たな練習場所を確保する。 必要性が生じるなどの問題から、市内の陸上競技関係者の間では施設の存続を求める声が根強く、宮城スタジアムの竣工以降、この閉村問題は長らく議論を呼んだ。2007年、市は県に対して正式に陸上競技場の譲渡を要請した結果、陸上競技場は2009年4月1日に宮城県より仙台市に無償譲渡され、 回収事業に用した約3億円の債務も県から市へ引き継がれた。また引き続き指定管理者制度を導入し、宮城県スポーツ振興財団に運営管理を委任している。2011年、トラックの大規模回収が行われた。また、東日本大震災の影響により、宮城スタジアムが遺体安置所などに使用されているため大会の開催が不能となっており、 陸上競技会のほとんどを仙台市陸上競技場で開催された。2013年 JFL ソニー仙台 FC のホームゲームの一部が開催された。サッカー競技が行われるのは1998年以来15年ぶりとなる。2013年10月26、27両日と11月2、3両日の4日間は、 第64回コナミ日本シリーズ2013のパブリックビューイングが行われた。2014年、日本女子、サッカーリーグベガルタ仙台レディースのホームゲームの一部が開催された。2017年2月、命名権の優先交渉権を、広志新ゴムが獲得したことを発表。同年4月1日より、施設愛称、広志新ゴムアスリートパーク仙台の運用を開始。 2020年東京オリンピックの聖火リレーでセレブレーション会場となった聖火ランナーは公募により1万人程度が選ばれた。聖火リレーについて組織委員会はスポンサー企業4社と各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に延べ53万5717件の応募があったと発表した。ありがとうございます。